出場の選手は第2レーン荒川翔太君日本体育大学、第3レーン横田雅人君富士通、第4レーン渡辺優也君日本大学、第5レーン出口翔君早稲田大学、第6レーン保坂孝明君日本大学、第7レーン田口裕之君東京立教、第8レーン岡翔平君和歌山立教、7名が出場です。男子三段跳び、ただいまの跳躍者ライフメッセージ石川君、現在までが15m99でトップに立っています。石川君5回目に16m22と記録を伸ばしました。400を通過いたしました富士通の横田君が先頭で55秒で通過。男子三段跳びは6回目の跳躍に入ります。筑波大学松下君、800m 競争予選の第2組、先頭を行きますのは横田君富士通です。そしてそれを追いますのが荒川君日本体育大学、ここで先頭手口君早稲田に変わっております。松下君は本日15m56で競技終了です。先頭は岡君続いて横田君。